根室交通株式会社は、北海道根室市にある、日本最東端のバス会社。かつては、名鉄グループに所属していたが、現在は、北斗交通グループに属する。根室から歯舞を走っていた根室ろ拓殖鉄道の、後継会社でもある。また、日本で最も東に本社がある、路線バス会社でもある。札幌と根室の直通バスを運行している。中し別湾内小窓口。 アカンバスとは別だが、事務所内はかかっており、同じ係員が、担当に路線とも予約制である。バス会社窓口のほか、オーロラ号では、旅行会社や銀霊バスグループ運営のインターネット予約サイト、バスナビ北海道、2010年9月14日より、提携を開始した、ウィラートラベルで受け付ける。特急根室号、アリーソ営業所、根室駅、厚床、浜中。 私立釧路病院、もう十字街、釧路駅前、釧路バス本社1988年11月10日に直行で運行を開始、順次停留所を増設している。平日3往復、土日祝2往復の運行。一部便で運行管理の住宅を行っており、厚岸町内を境に、根室交通が、根室川、釧路バスが、釧路川の運行を担当する。 予約制都市間バスではあるが、従来より、生活交通路線として、国、道、沿線市町から補助を受けており、根室市、浜中町より、釧路市内通院者への利便性確保の、ため主要病院5カ所を効率よく経由している。オーロラ号根室業が、根室駅を出発、アリーソ営業所、根室駅、厚床、別海、中標津、直行大通バスセンター。 札幌駅前夜行便のみの運行だが、繁忙期は中高の臨時便が設定される場合がある。直行と別海、中市津経由各一往復の運行であったが、2011年4月1日より、直行便は金曜日日曜、祝日祝前日のみの運行に変更となった。根室発は根室駅前ターミナル始発、札幌駅前駅、根室行は大通バスセンター始発、 アリーソ営業所議で運行される。1992年8月7日から8月31日まで臨時直行便を運行し、同年11月20日より定期運行化されている。1993年7月20日より厚床を新設。1997年6月1日より別海、中市別経由便の運行を開始した。中市別の乗降場所となる。 東洋グランドホテルでは、オーロラ号利用者向けに、喫茶室とロビーを待合所代わりに開放する。両社で運行管理委託を行っており、本別町の乗務員休憩地点を境に、根室側の運行を根室交通が、札幌側の運行を北斗交通が担当する。一般路線前扉車、一般路線中扉車、中市別線で運用される、ノンステップバス、 中標津空港線で運用される貸切バス、のサップ線、花崎線、厚床線、高従順観線、西浜線、中標津線、中標津空港線、のサップ線、落石線、潮見線、を根元、線貸切バス事業においては2012年度より、貸切バス事業者安全性評価認定制度の認定を取得し、平成28年度の更新申請で最上位である、三つ星の認定を受けている。 営業所が根室市のあるいそ営業所一箇所であり、本来の営業区域は、釧路、北見、帯広の各運輸支局管内であるが、前述の認定を受けたことに伴い、2013年4月から北海道運輸局が実施している営業区域の弾力的な運用に関する特例の適用を受け、北海道全域での営業が許可されている。また、 同等地区事業者10社で組織する東、北海道貸切バス事業共同組合に加盟しているが、同組合の発足から一度も共通塗装を導入したことがない。かつて、名鉄グループであったこともあり、三菱不創性が多かったが、近年は、親会社である北斗交通と共同調達を行うためか、椅子自動車製の導入が多い。また、中古車では、日野自動車や、 UD トラックス製も多く導入され、現在では大型車メーカー4社すべての車両を保有している。路線バスは赤と白のいわゆる名鉄カラーであったが、名鉄カラーに緑色のラインを加えて前面に根室の N をアレンジした塗装が多くを占める。中古車には貸切バス新塗装の色違いや全事業者の塗装をそのまま流用する車両などが存在する。都市間バスは オーロラ号は北斗交通共通塗装または貸切バス新塗装を用いる。共通塗装は北斗が根室となり方向幕は北斗交通の札幌根室に対して根室札幌とするなどのンがある。特急根室号は北斗交通から移籍した釧路高人会記念病院のラッピング広告者が中心となる。貸切バスは 路線バスと共通の塗装が大半だが、2008年より新塗装が登場した。根室交通運行の特急根室号において、2009年に乗務員の運転上の不注意が原因で築定された国道44号から走行車両が逸脱し、道路脇の草地帯へ転落する事故が8月19日と9月10日に立て続けに発生した。 それぞれの乗客に負傷者が生じたが軽傷であった。事故の原因として、前者は乗務員が無線機操作に気を取られ脇身運転、後者は運行遅延に気を、焦りハンドル操作を誤ったものであったと、同社から発表された。これを受け、同年9月15日に、北海道運輸局釧路市局が、根室交通に対して、道路運送法に基づく臨転監査を実施する事態となった。 また、根室交通は公式サイト上に再発防止策の策定など対処を進める旨の文書を公開している。お知らせ、ありがとうございます。